新厨房ですよ、の司会を務める坂井正明と、進行アシスタントの森勢、吉村隆、TBS、新厨房ですよ、が12月24日に最終回を迎えることが9日、わかった。巨匠こと坂井正明が、厨房ですよ、から腕を振るい続けて22年。クリスマスイブに幕を閉じる。1994年4月に始まった、厨房ですよ、が2013年に、新厨房ですよ、にリニューアル。坂井は昨年放送1000回を迎えた時に、ライフワークとして誇りを持ってます、とコメントしていた。いただきました、星、3つです、などの名フレーズも生み出され、22年間での最高視聴率は、95年5月13日の 16.5%。石田ゆり子をゲストに迎え、スパニッシュオムレツを作った放送回だった。1000回を超える放送の中で一番多く作られたメニューは最高視聴率回にも登場したオムライスで19回。2位は17回の焼き餃子、3位は14回の天津丼になる。最終回は15分拡大して放送。ゲストは初代アシスタントの天宮塔子と、坂井とプライベートでも仲が良い俳優の唐沢俊明で、クリスマスイブにふさわしく、ローストチキンに挑戦する。また、これまでに放送した1080回の中から、えりすぐりの名シーンをゲストと共に振り返る。